北海道式劇場はかつて札幌市中央区第2東一丁目にある劇団式が運営していた劇場。客席数は994席。本項目では更新の東一丁目劇場施設についても記述する。北海道における劇団式の専用劇場は1991年に誕生したキャッツシアターにまで遡る。 北海道発の11ヶ月のロングランを記録したことをきっかけに1993年 JR シアターが誕生。劇団式の全国発の専用劇場として、その後全国各地に誕生する専用劇場の契機となる。しかし、1999年の札幌駅の再開発に伴い、計20作品の上演123万人の動員をもって、 閉館となった。それから11年後の2010年5月17日、劇団四季が北海道式劇場を開設すると発表。2011年1月8日、劇団四季は再び北海道に専用劇場を復活させ、北海道発の常設劇場となる北海道式劇場が誕生した。こけら落とし公演は会場記念芸術祭、エビータだった。 建物は竹中公務店が施行し、敷地を所有している。竹中公務店との契約は、当初、2016年までの5年間だったが期限を2度、延長した。土地契約の終了により、2020年3月15日の、リトルマーメイド千秋楽をもって、公演を終了することが決定した。ところが2月28日に新型コロナウイルスによる、 道の緊急事態宣言を受け、同日から千秋楽までの公演すべてが中止になり、同26日の公演が、北海道式劇場の最後の公演となった。閉鎖後は2020年8月の契約終了をもって、現状復帰する予定としていたが、その後札幌コンサートホール来たら大規模改修中に、代替施設として使用するために、 北海道式劇場として使用を得た2020年4月1日に札幌市が劇団式より無償譲渡を受け回収の上新聞化芸術施設として当該地における再開発事業開始までのおおむね5年間を目途に活用することとなった譲渡直後時点では2020年東京オリンピックのパブリックビューイング等に活用される計画があったが1年延期のち、 実施されなかった。札幌市は2020年秋より舞台、音響、照明等の改修工事を行い、2021年6月までに劇場として再オープンし、市民の文化芸術活動や各種工業に利用する計画だった。しかし、運営事業者の応募はなかった。2021年10月以降は施設改修に伴う。 公演会場不足を補完する支援の東一丁目劇場施設として運営され、ステージ用音響、照明設備は常設せず使用者が持ち込む形とし、稽古場としての活用も行うとした。その後10月17日から11月21日開催のジャパンライブエールプロジェクトイン in 北海道にて劇団式撤退来発の公演として、 特設ライブエールシアターの会場名で10月17日に、北海道に機械、プレミアムコンサートオペラ、同化し、ウィズ・オペラ・ファクトリー北海道が開催された。式株式会社広報宣伝部は、北海道から劇団式が撤退することはない、劇場終了後の公演スタイルは未定だが、地元と相談しながら検討したいとしている。吉田智代樹社長は、 劇場閉館直後の2020年3月に、北海道新聞の取材に対し9年間での入場率が、損益分岐点の80%を下回る79%で、あり、近年の福岡や京都の専用劇場における100%、近い入場率と比べ、低水準にとどまっているほか、すでに演目のレパートリーを費やしてしまっていたことも、あり、 新劇場の建設を見送る判断を行ったと述べ、閉館後は2021年より2年に一度の頻度で、北海道内で数ヶ月間程度のロングラン公演を行う計画を示唆していた。東一丁目劇場施設に関するカテゴリー、ありがとうございます。